どうもー、広瀬です。一平です。よっ、今日は、イタリアのフィリッポマルゲリータを皆さんに紹介したいと思います。一番有名なピッツァ、一番みんなが大好きなピッツァマルゲリータ、ぜひとも見てみてください。で、うちのイタリアのフィリッポピッツァ一番の特徴が、小麦粉が完全に国産小麦粉、 100% 北海道、弊社の代表岩沢が恵比寿製粉さんと共同開発したピッツァ専用小麦粉、イタリアの SDG 企画っていうのを公認、イタリアの大会に持ってってこれを出場できる、やっぱ規定があるんですけどそれもクリアしてる、うん、唯一無二の 100% 国産小麦粉ピッツァ専用粉、 100% 北海道で作っているマルゲリータ、ご紹介させていただきます。で、これは EC サイトでも冷凍ピッツァとしてご紹介もしてますんで、後ほどご紹介させていただきます。いきましょう。そう、はい、じゃあナポリピッツァなんでね、使ってる生地の特徴として粉と水とお塩、酵母、イースト菌のみを使って作る、そう、4種類のみで、生地はできてます。で、うちのピッツァ生地 200g、 はい、200g でやらせていただいてますね。で、この打ち粉と言われる、このサラサラした粉、これは無農薬のセモリナ粉、ビオって呼ばれるやつですね。で、うちの小麦粉 100% 国産小麦なんで、空輸で防腐剤とかも使われちゃってるような外国産の小麦粉に比べると、小麦粉アレルギーの人が手荒れがなくなったりとかね、そうですね、アトピー持ってたりとか、普通にシンプルに通常の業務で手荒れてる人なんかでも全然手荒れがしなくなるっていう。ね、一平さんも手荒れかなり収まった。そうです、だいぶこの会社入社してね、この会社入って良くなりましたね、うん、本当もう結構多いんですよ、ピザ職人の方、パン職人の方で、ね、小麦粉で悩まれる方多いんで、すごい、うん、いいと思います、そういった面でもね。トマトソース、トマトソースをスパイラル状に伸ばしましたこれ基本の動作ですね。どのピッツァ、トマトソースを使うピッツァであれば同じ所作、中心にソースを置き、円を描くように広げる、ルールで決まってるんです。ルールそれ本当に決まってるんですよ、はい。で、まあ、バジルの置くタイミングなんかもルールで決まってたりとかするんですけど、うちはこう今は間違えてない間違えてないけど、うんね、バジルが最初で、チーズで粉チーズ、パルミジャーノを振ります。はい、じゃあ行きましょう。エクストラバージンオリーブオイルを回しかけて釜に挿入していく。で、だいたい焼き上がるまでに90秒前後かかります。高温の釜で素早く焼き上げると。入りました。で、ここから90秒で、もうすぐ火に近い右側がぷくっと膨らんできます。お、どん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 膨らんできました。で、だいたい出だし、右側に色がついてきたなと思ったら、で、まず下側です、ロショとピッツァの裏側の色も判断して一回チェックする。で、一度出して、で、この右側が色ついてる。で、90度回転して同じ場所に置く。で、またここでもちょろっと膨らみがもうちょっと強くなってきて、で、ここで裏もチェックしながら、あ、いい感じですね。で、また同じ場所に置く。で、最後の一角が焼き上がるのを待って、で、ここでパーラーでの上で焼くんではなくて、最後まで、この炉焼に置いたまま焼き切れるとパキッと美味しい、焼き切ったピッツァなんて言われますけど。で、最後、まあ、ちょっと色が薄かったところ置いて、で、右側で焼き上がりました。
ジタリアのフィリップのマルゲリータ初のマルゲリータピッツァ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 。じゃあ早速食べていきましょう。いただきます。あっオッティモー。いや、美味しい。うん、なんだかんだマルゲリータが一番うまいですね。いろいろトッピングありますけど、やっぱこのしっかり焼き切ることでトマトソースの酸味もね、まろやかになって美味しい。小麦粉の香りがあってよくお客さんも言ってくれるんですけど、どっちにしてもどの小麦使ってもないけど焼き切るっていうのがすごい大切だと思う。やっぱり日本人パン好きな方多いと思うんですけど、パンではないんだけど、まあ、そういった旨味がやっぱり旨味成分が多かったりとかっていう部分で、まあ、賛否両論はあると思いますけど、絶対国産 100% 美味しい。これ瞬間冷凍して、EC サイトの方で販売しております。焼き方なんかも動画でねご紹介させていただいてますね。冷凍ピッツァ、はい、弊社冷凍ピッツァもご用意してます。概要欄で、皆さんぜひともご興味ある方購入いただければなと思っておりますマルゲリータ以外も販売されてます。お願いしますね。高さんどう？はい、最高、ピッツァ最高サクサクする、めっちゃ美味しい。焦げ感も気持ちいい。石窯特有のこの香ばしさってもう抜群だと思います。で、ほんとサクサクするんで、サクサクしてるのはやっぱりしっかり焼き切るって業界では言うんですけど、まあ、そういった技術なんかもあります。収録外でもう一本いただく、嬉しいぜひとも冷凍ピッツァチェックしてください。気になった方はコメントとグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回それでは次回の動画も楽しみにお待ちください。アモーレ。